木製の響き板と鋼鉄製の弦を備えたバブコック初期のピアノアルフィアス・バブコックは19世紀にアメリカ合衆国のボストンとフィラデルフィアで活躍したピアノと楽器の製造技師。スクエアピアノにおいて弦の張力に耐えるために用いられる単一鋳造の鋼鉄フレームに関する特許、そしてスクエアピアノの弦の張り方、アクションに関する特許によって知られている。 バブコックはドーチェスターに生まれた。1809年までに楽器職人のベンジャミン・クレホアの下で働いた。兄弟のルイスと共にボストンのニューベリー・ストリート44に工房と音楽関連の倉庫を構えるが、1812年にオルガン製造技師のトーマス・アップルトンとミルク・ストリートの6で合名会社を営むようになる。1814年に ルイスがこの世を去り、残った経営人はチャールズ・エルナ・ヘイトと簡単な協業関係を結び、事業はマッケイ &CEO に引き継がれた。この時の共同経営者にはクレフォアのかつての協力相手だったオルガン製作技師のウィリアム・グッドリッチが加わっていた。さらに1817年にはジョシュア・スティーブンズを職校長とする。 フランクリン・ミュージック・ウォーター・ハウスに改祖され、ジョン・ローのも1823年に至るまで、ミルク・ストリートで事業を継続した。バブコックがこの期間も、フィラデルフィアで働いていた可能性もあるが、1822年までには、ボストンのマールボロ・ストリート11の裏で働き、翌年にケンブリッジ・ストリートのパークマンズ・マーケットに移っている。 マッケイ社は1820年代を通じてバブコックとの提携を続け多くの楽器に 4GD、マッケイ、4R マッケイという刻印がなされた。バブコックはフィラデルフィアのフランクリン科学博物館で開催された博覧会で1824年、1825年と1827年に銀メダルを受賞1825年には 彼が特許を取得した一体鋳造鋼鉄フレームへの特別な言及があった。1830年に再度フィラデルフィアイと移ったバブコックはこの時が州国最大のピアノ製造者となり、自らクロスストリーンギングと呼んだ機構の特許を取り、ハンマーに男性の布製カバーを取り入れていた。彼は楽器の製造販売を行うジョン・シー・クレムと共同で事業を展開。 1832年の終わりまでには、チェストナットストリート142の倉庫で職長として働いていた。1833年のデイリークロニクルに、掲載の広告で、彼は、自らが鋼鉄のピアノフレームに関する制作権を占有していると宣伝している。バブコックは1833年のフランクリン科学博物館の博覧会において、 フィラデルフィアのシーカイエル・アルブレヒト、ニューヨークのナンズ &CO と並んで栄誉を得ている。1837年にボストンへ戻ったバブコックは1830年に提携関係を構築していたチッカリングマッケーズに雇用された。バブコックが行った改良はチッカリングが1850年代アメリカのピアノ製造業を牽引する原動力となっていくのであった。 ありがとうございます。